河川総合開発事業。河川総合開発事業とは、河川管理者が事業主体となって行う総合的な河川開発のこと。河川総合開発事業は、1級水系、2級水系を問わずその水系を一貫して開発し、それによって建設された河川施設によって、止水取水を効率的に行うために事業が行われる。このため、事業の適用範囲は、 単に一河川にとどまらず、複数の支流を含めた開発。さらには、複数の水系をまたいだ、大規模な事業として遂行されるケースも多い。通常は、ダム建設を事業の中心として、地水に関しては、堤防の建設や修繕、川戸国策、遊水地、放水路の建設を、流域の降水量、地域特性に応じて組み合わせ、離水に関しては積。 用水路、導水路、調整地を建設して、下流樹液地に効率的に水供給を図るほか、水力発電所を建設することによって、電力供給も行う。このため、根幹施設となるダムは多目的ダムであることが、通常は必要条件となる、一部例外あり。それゆえ、河川管理者が計画する、河川総合開発事業とは、単にダム計画を指すことが多い。 古代中国の血が氷という言葉にあるように、古代から時の遺跡者によって行われてきた。古代エジプトでは、アンメネメス三世が、モリスコに総貯水容量50億トンの小園庭、包み港に、5メートルを設け洪水調節と考え用水の供給を図ったという記録が残されている。その後、水不足に悩むヨーロッパ諸国において、 主に利水目的を中心とした、治水目的を兼備する多目的貯水池の計画、説が19世紀以降各河川で行われ出した。フランスでは、ロワール川2858年洪水調節地が、すでに建設されている。ドイツにおいては1833年より、ダム建設が進められていたが、19世紀後半になると多目的ダムに関する理論や、技術研究が発展。 法整備にまで進展するようになった。アメリカ合衆国においては、コロラド側における、フーバーダムの建設を契機として、河川開発の機運が高まった。大統領フランクリン・ルーズベルトは、ニューディール政策を発表。1933年以降、ミシシッピー川支流のテネシー川に20以上の多目的ダムを建設するとともに、河川開発のために、 半官半民のテネシー川流域開発公社、TEVA が設立され、洪水調節、水力発電、水資源開発、森林開発、衛生管理、水操作による蚊の発生の抑制、湖水のレクリエーションへの利用など、流域の土地管理を含めた総合的な開発を推し進めた。戦後は、ソビエト連邦が5カ年計画に基づきドニエプル川、ボルガ川、 エニセイ川等で大規模ダムを建設し洪水調節と水力発電を図り中国においても孫文が提唱した長い総合開発をはじめこうが Y 等の主要河川において大規模ダム、三峡ダム、三門橋ダム等が建設されたインドでは1947年よりダモダル川総合開発事業が行われているエジプトにおいてはナイル川総合開発事業として アスワンハイダムが建設され、ナイルガーカ流の洪水調節と農地拡大を実現したが、反面、ナイルデルタの縮小や気候変動などの副作用が生じている。反面ヨーロッパ諸国においては、ダム等による河川総合開発は地水達成度が各河川でほぼ100%になる等関制に向かい、ドナウ川では1万年に一度の洪水に対処できる地水計画が完成した。 こうした治水計画の完成と環境への負荷が大きいとの理由からダム事業は行われなくなり、現在は自然に近い形での遊水地建設などを行っている。日本において河川総合開発の理論を提唱したのは当時内務省土木試験所所長の職にあった物ノ,ノベオサオである。モノ,ノベは1926年、大正15年に発表した 自身の論文において多目的貯水池による水系位置の総合的河川開発の必要性を述べた。これは河水統制計画案と呼ばれ外水を返事で資源となすという思想のもとで国土整備と経済発展のために治水と考え水力発電を統一して事業を行うことの重要性を示した。萩原俊一はこれに加え河川管理者の一元化も指摘した。 このような河川計画はアメリカの TVA の影響を大きく受けており、当時の日本における社会的、経済的背景に沿うものとして注目された。すでに、利根川水系において1926年、昭和元年に日本初の多目的貯水池として五十リダム、小川が計画され、1933年、昭和8年には、省内川水系において、 日本初の河川総合開発事業である山川河水統制事業が完成した。これは、支流の山口川に山口ダムを設け、洪水調節、灌溉、上水道を目的とするものであった。物ノノが提唱した河水統制計画案は、当時内務省の官僚であった青山、青山、明によって採用され、1937年、 昭和12年には予算化され正式な国策として、全国64河川において調査が開始された。こうして、河水統制事業はスタートし、内務省の多定新省、農務省も参加し、企画院において事業調整が図られることとなった。調査の結果、小入瀬川、浅瀬市川、絹川、江戸川、相模川、西木川、小丸川の7河川と諏訪湖が第一次の、 下水等制事業対象河川となった。これに伴って多目的ダムの建設が日本においても本格的に行われだし、沖浦ダム、浅瀬石川、高道ダム、西木川、相模ダム、相模川等のダムが計画、建設されるようになり1940年、昭和15年には、高道ダムが国内で初めて完成、運用された。これらの事業はいずれも都道府県が 事業主体で国庫補助を受けながら行われており後の補助、多目的ダム事業へとつながっていく。故障に関しても日本最大の美和湖をはじめ稲わし湖、青木湖等で治水と水力発電、灌溉を目的に、電力会社等との共同事業として事業が進められた。一方内務省直轄事業として着手されたのが北上川である。 北上川上流回収事業として北上川と主要な支流に多目的貯水池を建設して洪水調節と考え上水道供給を図ろうとした。これがいわゆる北上川古代ダムであり1942年昭和17年にはその第一号として多世ダム猿外市川が着手されるに至った。だがこの頃になると戦時体制の強化によって 軍部の影響力が高まり、下水統制事業は、軍需産業発展のための施策として行われる、側面が強くなった。二級ダム、黒瀬川や高堂ダム、相模ダム等では、海軍の基地への上水道供給や海軍交渉への電力供給が求められ、ダム建設に反対する住民には陸軍による圧力もかかった。軍需省は、新居浜市の工業地帯へ、 電力供給を図るため、中止が合意された、柳瀬ダム、同山川の発電事業の復活を要求する、党本来の目的とは乖離した、事業目的を付加した。そして、選挙区の悪化に伴い1944年、昭和19年8月、すべての人的、物的資産を戦争に投入するための、決戦非常措置要領が発令されたことに伴い、 思行中の火水統制事業はすべて強制的に中止させれ終戦を迎えた。戦後荒廃した国土に追い打ちをかけるように、枕崎台風、カスリーン台風、アイオン台風、ジェーン台風等が襲来し、各地の河川は未曾有の大水害を流域にもたらした。廃線による経済混乱にさらに冷水を浴びせる災害に対し、 日本経済発展のための疎外要因になると危惧した経済安定本部は早急な対策に迫られた。折から極度の電力不足と食料不足は大きな社会問題となっており、これを放置することは治安安定にも重大な影響を及ぼしかねなかった。1947年昭和22年経済安定本部は戦争で中断していた火水統制事業を復活。 促進させるため、河川総合開発調査協議会、略称、治水審議会、河川審議会を設置。利根川をはじめ、全国24河川の調査を始めるとともに、国庫補助を再開し、北上川や相模川、小丸川等で中断していた、河水統制事業を再開させた。同年には、農林省、県農林水産省により、国営農業水利事業が、 大井川、九ずり川、安川、加古川の4河川で開始され、食料増産のための農地開墾を目的とした河川開発も開始された。こうして河川開発が次第に再開していく中で、河川行政に携わる、主務官庁として建設省、現国土交通省が1948年、昭和23年に発足した。 連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の民政局担当官はニューディーラーが多かったため TVA の優位性は広く知られることとなった。これにより河川総合開発の重要性はますます高まることになり、経済安定本部は TVA を模範に建設省直轄主要水系である北上川、エア川、ナ瀬川、モ上川、トネ川、シナ川、ジョーガンジ川、 木曽川、淀川、吉野川、筑後川において、従来の河川改修計画を根本的に見直し、多目的ダムを中心とした、河水統制事業を強力に推進する施策を発表、実行に移した。これが1949年、昭和24年に発表された、河川改底改修計画であり、特に大都市への影響度が高い水系を中心に、総合開発が推進された。 北上川上流海底改修計画、利根川海底改修計画、木曽川海底改修計画、淀川水系海底基本計画、筑後川水系地水基本計画はこれに基づく河川改修計画であり、これにより計画、事業修正されたのが、北上川五大ダム、利根川水系八ダムや、丸山ダム、木曽川、天ヶ瀬ダム、淀川、松原ダム、ダム筑後川等である。 財政面では、公共事業費、財政等融資による女性のほか1950年、昭和25年 GHQ によって見返り資金が放出され、資金難で事業進捗が鈍化していた河川開発が国庫補助が潤沢になると、各都道府県にいる補助多目的ダム建設が盛んとなり、全国各地で火水統制事業が活発化した。 同年国土総合開発法が制定された。これは総合開発を行うことによって、地域の経済活性化を促進させることを主目的しており、後の全国総合開発計画につながるものである。この中で、全国22地域が特定地域総合開発計画に指定され、地水、干擦、水力発電を中心とした協力かつ重点的な総合開発を進めた。 この中で河川総合開発も組み込まれ、河川海底改修計画が策定された河川のみならず、全国各地の主要な河川において、国直轄事業、都道府県国庫補助事業を問わず総合的な開発が行われた。この頃より、河水統制事業は河川総合開発事業と名を改められた。河川開発における法整備もこの間進み、 電源開発促進法、1952年や、工業用水法、1956年、水道法、1957年、地産地水緊急措置法、1960年といった河川開発関連の法律が進んだが、多目的ダムに関しては、事業拡大によって複数の事業者が重複する事例もあり、管理の責任主体が曖昧になる懸念が生じた。従来は、 民法244条から262条の共有物規定に則っ,って共有比率に応じた管がなされていたが責任の所在と河川管理者の優位性を明確にするために1957年特定多目的ダム法が制定された。これにより河川管理者建設大臣による多目的ダムの管理一元化が定められ事業費を国庫で支出する代わりに所有権を 国有とする規定が定められた。詳細は、特定多目的ダムを参照。そして、時代との整合性に合わなくなった、旧河川法を改定する動きが高まり、1965年、昭和40年4月1日に新河川法が施行された。最大の特徴は水系ごとによる一貫した河川管理が導入され、一級水系は建設大臣、 二級水系は都道府県知事が河川管理者として管理することが定められた。物延ノ,ノベ・オ,オによって提唱された水系一貫の思想は河川法の改正によってここに結実したのである。経済成長が促進するにつれて人口の増加と工業生産の増加は青天井の勢いとなり次第に水需要の逼迫を招きつつあった。 従来の河川総合開発事業はあくまで地水が主目的であって、利水面に関しては食料増産のための考えが主要な目的であった。このため水資源の開発、整備は重要な課題となっており、そのための河川総合開発は喫緊の課題となった。1961年、昭和36年11月13、日水資源開発促進法が公布された。 これは、執行機関である、水資源開発公団を設立し、水資源開発基本計画、フルプランを策定し、それに基づいてダム、石、溶水、故障水位調整施設等を建設、管理することで大都市圏の水需要に寄与することを最大の目的とした。これによって、翌1962年、昭和37年に利根川、淀川が、 水資源開発水系に指定されたのを川切りに、荒川、豊川、木曽川、吉野川、筑後川の各水系が指定され、これらの河川では、高団が事業主体となる多目的ダムの建設が図られた。これに伴い建設されたダムとして、焼沢ダム、利根川、溝川ダム、木曽川、三メ浦ダム、吉野川等がある。現在は、 独立行政法人水資源機構と改変されたが、基本的役割は変わらない。こうした水資源開発を主中とする河川事業も河川総合開発事業の範疇に含まれる、例、木津川上流総合開発事業が、ただし港団管理ダムの中で治水目的を有するダム、現在は水資源機構ダム業部管理に関しては、 洪水調節の重要性に鑑み建設大臣が主務大臣として監督し、正し書き操作を含む重大な洪水調節操作が必要になる場合は、大臣が直接ダム管理を指揮することが定められる。洪水調節目的がない利水専用ダム、牧尾ダム、江川ダム等。現在は水資源気候水路事業部管理は、本来の所管権限に従い建設大臣。 運輸大臣、現、国土交通大臣、農林大臣、現、農林水産大臣、厚生大臣、現、厚生労働大臣の単独、複数が監督する。こうして協力かつ広範囲に推進された河川総合開発事業は、一方で、水源地域住民、端的に言えば、ダム建設によって、水没を余儀なくされる、地元住民との圧力を生じた。 1960年代には、八の巣上紛争をはじめ、沼田ダム計画反対運動、八っパダム反対運動、大滝ダム反対運動等大規模活長期間の反対運動が繰り広げられた。開発重視の行政に対する住民の拒絶姿勢は、今までの河川総合開発事業の進め方を大幅に見直す契機となった。1973年、 昭和48年水源地域対策特別措置法が制定され、水没個数30個以上、または水没の内ち面積30ヘクタール以上の水没区域を有するダム事業に関しては、保証金額のかさ上げをはじめとする生活再建支援の充実が事業者の責務となった。これは、堤防建設や放水路建設はダム建設以上に、 住居の移転を必要とするほか、道路、鉄道の路線変更といった大幅な改変が要求されるが、宅地化の進行で大規模な引き包みや新規放水路建設は困難となった。このため次第に、河川開発はダム事業に依存せざるを得ない状況になっていったことも背景にある。このため、 水源地域住民の協力なくしては、河川総合開発事業自体が立ち行かなくなることは明白であり、やがて地域住民が認めない限り、ダム建設はできないという不分律が形成されるに至った。大規模な河川総合開発は次第に影を潜め、代わりに地域密着型の小規模限定的な河川総合開発事業である。 小規模生活貯水池事業が988年、昭和63年より実施され、試行実績も次第に増加している。一方1990年代には環境に対するダムの影響も指摘され、長良川川口関はその端的な問題として広く認知された。愛前後して公共事業見直しの風潮も高まり、 今まではまず行われなかった河川総合開発事業の再検討も行われた。代表的な例としては、千歳川総合開発事業の根幹事業であった千歳川放水路計画が、宇都内湖の環境を破壊するとして、猛烈な反対運動が繰り広げられ、その結果中止となった。これ以降現在の千歳川総合開発事業は、堤防建設と遊水地建設を柱とした、 ヨーロッパ型に近い治水対策を行っている。法的整備に関しても、環境影響評価法による環境アセスメントが必須となったほか、1997年、平成9年の河川法改正により、河川環境の維持が目的の一つに挙げられた。このことから、従来河川維持用水の機能がなかった、河川施設にも正常な河川流量維持のための放流が求められ、 信濃川や大井川では河川管理者と電気事業者との間で維持放流のための折衝が持たれたり、筑後川のように漁業共同組合の要請を受けて漁業資源維持のための放流を行うと河川環境に対する意識向上が図られた。現在は河川開発に対する問題意識の高まりがダム事業に対する批判となり反対派からは緑のダムの推進や ヨーロッパ型の自然と共生した河川整備を求める声がある。行政側は脱ダム宣言や財政難による事業撤退など直接的、間接的なダム事業の中止事例がある。また、ダム事業や遊水地、放水路事業は建設可能な地点が少なくなり、ダム再開発事業や既存の遊水地機能の拡充、排水機場の整備といった 季節化川施設を改築する事例もある。このほか、水資源開発のための費用が水道代への負担につながる場合、受益地住民の理解を得られないことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。